週刊クソニュース。この動画は普通のニュースを読んで噛み砕いてクソとして出すニュースです。どうも、ジャクミロボです。バカティです。久々にクソみたいな動画でもこさえようかと思って。だからクソニュースなんですか？いや、アウトレイジみたいなの気が向いたら作るとか言って、放置してたからさ。編集がクソなんですね。私も社会人なので手の込んだ動画はめんどくさいのよ。習慣ということは毎週投稿するんですか？私も社会人なので暇じゃないのよ。気が向いたら投稿するよ。じゃあなんで習慣なんですか？私も社会人なので細けいことはいいんだよ。さっさとニュース読んでくれよ。はいはい、今回のニュースはこちら。ヒロシ、一人で生きていく、と言っていたはずが、あっちゃんとの出会いで人生が激変。おお、ヒロシもついに結婚か？テレ朝の記事だから嘘の可能性は低いだろう。10月23日、月通知の、徹子の部屋に、ヒロシが登場する。今やチャンスの、先生、と呼ばれるヒロシ、以前から、一人で生きていく、と言っていたヒロシだが、実は昨年家族ができたという。それは愛情のあっちゃん。2年前、痔の手術で入院した時、後悔のない人生を送るため、やりたいことは全部やろうと決めたヒロシ。今年、夢だったバンド活動を始めた。そんなヒロシがどうしてもできないこととは？ヒロシ、という芸名になって20年、本名は、ケンイチ、というヒロシの久しぶりのネタ披露にも注目だ。以上です。バックで流れてる BGM がちょっと荒れすぎて、ニュースがちっとも入ってこなかったがまあいいだろう。猫が家族かよ。基本的に女、最低でも男だろう。最低でも男って、まあ違う意味では最低ですけども。バカティ今全国のホモを敵に回したな。全国のジャニーさんごめんなさい、でもあなたのしたことは許されません。ぶっちゃけあっちゃんって言うからオリエンタルラジオかと思った。私は AKB かと。あれですよ、ペットを家族と見るか愛玩動物と見るか、人それぞれですから。拙者は非常食として見てますよ。食べちゃダメー。冗談だよ、ベトナム人じゃねえんだから食わねえよ。いや、ベトナムでは食べるんですか？小さな虎と呼ばれ珍味として扱われてるらしい。食べないであげてー。牛や豚は食べてよくて猫はダメというのは偏見じゃね？それだったら巡り巡って人間も食べていいことになりますよ。カニバリズムは栄養的に推奨されない、とかなんかの本で見た気がする。できれば確かな情報をお願いします。確かな情報？じゃあゴキブリの卵は食べると苦いらしいよ。できればその確かな情報はお願いしたくなかったー。っていうか食ったんですか？なんか YouTube で食ってる人が言ってたから多分苦いんだろう。っていうか食わねえよ虫なんか。食用コオロギとかありますよねー。あんなもん食いもんじゃねえわ。牛や豚は食べてよくてコオロギはダメとか偏見じゃないんですか？ダメとは言ってない。考えたやつが食えばよい。そうなるとロダンの考える人は何でも食わされそうですね。やつの胃はブラックホールだな。ならば肛門はホワイトホール、といったところでしょうか。いやー全く何考えてんだか。考える人って本当に何考えてんだ？男ならエロいことは考えると思います。目の前のお姉さんの下着の色か。疲れてるからじゃありません。今1列目の女のパンツを見てるんです。本当白でも中は黒。考えてもどうしようもねえだろ。実践あるのみですか？男なら彼女の一人や二人、三人四人と。多すぎますよ。じゃあ家族なら嫁一人いればよい。ダメなら猫でも飼っていろ。というわけで今回のニュース、芸人ヒロシに猫の家族ができました。でした。おお、これは。
猫とひろしで猫ひろし。はい、かわいいベイビー。はいはい。クソニュースは水に流して終わろう。そうしましょう。バンザーイ！バンザーイ！バンザーイ！ありがとうございます。